田口勝彦は日本のラリードライバー。岡山県出身。A 型。アジアパシフィックラリー選手権で2度シリーズチャンピオンを獲得した。父は同じくラリードライバーの田口誠一郎。ニックネームはかつ。そのためドライバーとしての登録名はかつ、田口を使用している。田口勝彦が乗るランサーエボリューション X1990 年。 ダートトライアルで、モータースポーツデビュー。1993年に全日本ダートトライアル、選手戦に参戦、最激戦クラスである A ブクラスに三菱、ランサーエボリューションを買って、ただ一人、シーズン2勝をマークし、他のドライバーたちを驚かせた。1994年全日本ダートラ参戦の、傍ら WRC ラリーニュージーランドに、グループ N の三菱、ランサーで、 ラリーデビュー。翌1995年に本格的なラリー活動のためオーストラリアに移住し、ラリーアートオーストラリアを拠点にオーストラリアをはじめマレーシア、ニュージーランドの国内選手権を転戦する。1997年マレーシアに移住。1996年から1998年3年連続マレーシアラリー選手権グループ N チャンピオンに輝く。 1997年へ一服グループ N クラス5位。1998年へ一服マレーシアラリーでグループ N 優勝。1999年にはエイプクで総合のドライバーズタイトル及びグループ N シリーズチャンピオンのダブルタイトルを獲得。2001年は世界ラリー選手権第6戦キプロスラリーに三菱ワークスの一員として出場。 初のヨーロッパラウンド WRC 出場ながら一時は総合10位を走行。惜しくもリタイアに終わったが、その非凡な才能は、2002年4月、日本に帰国し、株式会社ラリーアートの社員となる。2002年はさらにラリー経験を積むために、英国ラリー選手権に出場。2003年は、エイプクにスポット参戦。2004年には、エイプク前線に参戦し、 シリーズランキング3位を獲得。同年より、インドのタイヤ最大手、MRF タイヤのサポートドライバーとなる。2005年は、エイプク第4戦ラリー北海道で、総合優勝を飾るも、シリーズランキング5位に終わる。2006年は、エイプク第2戦ラリーニューカレドニアで、総合優勝、3位2回、4位2回という成績で、シリーズランキング3位。2007年は、 スポット参戦した WRC 第14戦ラリージャパンで見事グループ N 優勝を飾ったが、エイプクでは2位を3度獲得するにとどまりシリーズ3位。チーム MRF タイヤで戦う5年目のシーズンとなった2008年は、エイプク開幕戦のニューカレドニアと第4戦、北海道で優勝2位も2回獲得するが、シリーズ2位に。WRC ラリージャパンでは、三菱、 ランサーエボリューション X を世界選手権デビューさせグループ NPWRC7 位となった。2010年にはエイプクで2度目のドライバーズタイトルを獲得するなど一戦で活躍を続けていたが2012年は方針を大きく転換してエイプクから撤退。代わりに全日本ダートトライアル選手権への参戦など日本国内での活動に主軸を移すことになった。 また同時に、自らのチームや、ラリースクールも立ち上げ、後進の育成にも力を注ぐ方針としている。2015年、2016年、2018年に、全日本ダートトライアル選手権を連覇した。ありがとうございます。